On the ice, representing Canada, Marie-Claude Savard-Gagnon and Luc Braguet. 19番、マリクロード・サバーリ・ガニョン、ユック・ブラーレフリ、カナダ。カナダのマリークロード・サバールギャノン、デューク・ブラデーのペア。大きいツイストでした。女性のトリプルトーループが回転不足で終わってしまいましたね。練習の時からあまり調子は良くありませんでしたが、そうでした。それに比べて全然いい演技をしたと思います。あ、逆にですね、はい、練習の時からソロジャンプで失敗を随分と重ねていたんですが、それ以外のステップワークですとか全体にメリハリがありました。そうでしたね、はい、カナダのサバール・ギャノン、ブラデーペアです。このリフト、スピード、回転はどうだったんでしょう。流れがあって良かったと思いますよ、はい、そして張りも割りましたし、このデススパイラルの入り口ですね、ですね、他の人は自然に入ったんですが、そこを少しトリックを使って、はい、ね、面白みを出しました。はい、やはり女性のトリプルトーループの失敗が響いてくると思います。マリー・クロード・サバール・ギャノン、5歳からスケートを始めた女性のサバール・ギャノン、一方6歳から始めましたリューク・ブラデー。実はこの男性のルーク選手は5歳になる男の子がいるんですよ。そうなんですね、はい、そうなんですね、そ
ういう意味ではお子さんがいてもこの頑張っているという28歳のブラデー。この後はチェコのペアを残すだけになりました。今日のショートプログラム、相当疲れた表情を見せていますが、女性のサバールギャノン。 It was fun. ちょっとジャッジに手間取るケースが今日はちょっとありますが、まだ得点が出ません。現在トップはロシアのカザコワ・ドミトリエフ、第2位がドイツのベッツェル・シュトイヤー、第3位がロシアのベレズナヤ・シャルギドゼ。リクワイアードエレメントもこれも 4.2 から 5.0 と随分と幅があります。プレゼンテーションは 4.8 から 5.2 まで、一番下が席次ですが、この時点で19組が滑って第12位ということになりました。カナダのサバール・ギャノン・ブラデーです。